AI とによる除染技術の開発が進んでおります。あらゆる可能性を試し、国民の不安を取り除く必要があると思いますが、いかがですか。放射能防護や除染などの研究技術開発予算について、第3次補正予算、これはまあ提出される前でありますが、もうほとんど編成されていると思います。また来年度の概算要求でどの程度その予算を確保しているかお伺いしたいと思います。中川文部科学大臣。パクテック社については、これも発言通告があって初めて聞かせていただきました。で、こういう類のですね、提案というのが今いくつも出てきておりまして、まあ、私もしっかりそれを聞かせていただいて、で組み込んでいくようにと、まあ、いうことを、いいものをね、よくて安上がりのものはしっかり組み込んでいくようにということを今申し上げています。で、除染技術については日本原子力研究開発機構が自らその開発実証の取り組みを進めているんですけれども、さっきのような提案に対して大学あるいは民間企業等から提案されるさまざまな除染技術について、専門的な見地からこれを評価して、で有望なものは実際に試験をしてですね、取り入れている。で現在、これはと思うのが44件ほど提案をされてきておりまして、それを、しっかり見ていこうということだと思います。それで、文部科学省ではその予算の方でありますが、除染技術の開発評価実証をこれを進めるための予算として平成23年度補正予算で23億円から平成24年度の概算要求でですね、44億円の予算要求をしております。より効果の高い技術の確立に向けて今後とも努力をしていきたいというふうに思います。それからさらに放射線防護の研究、この分野では放射線医学総合研究所、ここにおいて東京電力福島第一原子力発電所事故への対応として、長期被曝影響の機構を解明して放射線影響の低減策を提示する取り組みを推進するということになっておりまして、これも概算要求で3億円を要求をしています。委員長。橋田さん。これ私も、私は素人でありますが、ブルーシートを土壌にかぶせておくだけで本当にいいのかなというところなんですね。保護者の方々からすればですね、ブルーシートが本当にそのセシウムなどを含んだ汚染土壌、校庭の片隅に山積みにしてそのままかぶせてあるままなんですね。それで大丈夫なのかということにやっぱりお答えする必要があるのではないかということで質問をいたしました。私も研究者ではありませんのでですね、いろんなやっぱり売り込みやあるいは研究者の研究発表があると思いますから、それらを取捨選択して良いものを使っていっていただきたいと思います。次に奥村副大臣にサポーター外交の話についてお伺いしたいと思います。11月15日いよいよですね、日本対北朝鮮のサッカーワールドカップアジア予選が北朝鮮で開催されることが決まりました。そこで日本人選手団、スタッフ、日本サッカー協会関係者の北朝鮮渡航については申請していますか。当然渡航申請は認められるべきと思いますが、いかがでしょうか。奥村文部科学副大臣。お答えいたします。ただいま長谷委員からお話がございましたように、11月15日に向かって、現在いろいろ接触をいたしております。特に、いろんな問題で自粛をしなければならない過去の経過もございまして、現在外務省と連携を取りながら、それの対応をしているところでございます。まず選手団は当然でございますが、報道陣もいろいろ
調査をいたしましたら100名に何々としたわけでございますけれども、できるだけ絞っていくということで50名ぐらいになると思います。そしてサポーターの件でございますが、現在日本サッカー協会を通じまして、北朝鮮のサッカー協会との交渉を進めております。本来でございますと日本サッカー協会の方でツアーを組んで、やるということが基本だと思うんですけれども、なかなか国交のないところでございますから連携等が取れませんので、27、8、明日、明後日ぐらいに向こうとの交渉を進めていきたいというように思っております。そして外務省の方も今後北朝鮮との話し合いがつけば体制を整えていきたいというようにサポーターの保護等も考えながら進めたいと言っておりますが、現在のところ話の道中でございまして結果は出ておらないということで、なんとか努力をしていきたいというように思っているところでございます。委員長、勝田さん、スポーツと政治の間柄というのは微妙なところもありまして、私もどこまで発言していいか悩みながらですね、本日予算委員会にも提出をいたしましたが、実はサポーター外交を容認すべきだと、こういうふうな論調でですね、共同通信の求めに応じて記事を書かせていただきました。私もどうしようかなと思ったんですが、肩書きはスポーツ議員連盟の事務局長ということにしてほしいということで、我々ですね、文科省もそうですし、我々政治家はですね、サポーターにですね行ってほしいという気持ちはありながらも、行けという圧力をかけることは絶対に慎まなければなりません。その上でですね、やっぱりこれは申請をする当事者は日本サッカー協会だと思うんですね、当事者としてですね。そしてサッカー協会と、そして、サポーターの皆さんが行きたいと、サッカー協会もでは行かせてやろうかと、その根拠は FIFA のですね、やはり、いわゆる協約にありますとおりですね、加盟している国のですね公平と公正性は担保しなければならないという、これに基づいてですね日本サッカー協会の判断になるんだろうなと、こういうふうに私は一応自分なりに区分けをしてですね、この新聞の記事を投稿させていただいたんですね。そこでですね、今の奥村副大臣もおっしゃっていただいたように、サッカー協会が検討し、またサポーターの皆さんも一定程度行きたいということで話がまとまった場合に、これで外務省にお伺いしたいですね。外務省としてはこの渡航申請がサッカー協会から出た場合に容認すべきかどうかという判断は、外務省になるんですね。そうじゃないですか。ちょっと外務省としての見解をまずお伺いしたいと思います。佐伯大臣官房参事官。お答え申し上げます。委員ご案内のとおり、政府は北朝鮮に対する措置の一つといたしまして、我が国から北朝鮮への渡航を自粛するよう要請してきているところでございます。他方におきまして、日本対北朝鮮の来る青江戦につきましては大変重要なものでございまして、また多くのサポーターも平壌における観戦応援の希望を持っていらっしゃると理解しております。政府外務省といたしましては、こうした事実を受け止めまして適切な対応をしていく必要があると考えておりまして、代表団が最大限の力を発揮できるようできる限りサポートをしていく、またサポーターの渡航につきましてもサポーターの方々の思いを踏まえて、また先ほど来言及がございましたように、双方のサッカー協会の間で現在調整が行われてございますので、そういった調整の推移も踏まえながらどういう対応をすべきか政府全体で検討をしているところでございます。で、1点だけ申し上げたいのは、我が国は北朝鮮を国家としては承認しておりません。外交関係、領事関係も設定しておりませんので、多数の制約が存在をするということは事実でございますので、政府全体での検討が進んだ時点で、例えば出入国時に必要な手続きも含めまして関連の情報を渡航を検討している方々に対してきちんとお伝えをするようにしていきたいと考えてございます。長田さん、
外務省に私はまあ感謝申し上げたいと思います。そこまでの具体的な検討課題をですね、挙げてですね、まあ、双方ですから日本側と北朝鮮側のサッカー協会の合意がこれ前提なんですね。だから私は奥村副大臣に期待をしお願いを申し上げているということをまずご理解いただいた上で、せっかくですから今日来ていただいているかもしれませんが、拉致担当そして国土交通省からもですね、この渡航問題についての見解をお伺いをしておきたいと思います。郡内閣府大臣政務官。拉致担当ということでご答弁させていただきます。11月の15日に予定されております日本対北朝鮮のアウェイ戦ですけれども、10月の13日付で FIFA から開催地が北朝鮮の平壌に決定した旨の発表があったということは承知しております。対北朝鮮戦はワールドカップのアジアの第三次予選の重要な試合でもありますし、政府といたしましても日本代表が最大限力を発揮できるようにできる限りのサポートをしていきたいというふうに考えております。でサポーターの渡航につきましても、サポーターの皆さんたちの熱い思いも踏まえまして今対応を検討しているところでございます。拉致問題担当といたしましては重大な主権侵害でありかつ人権侵害である拉致問題も今回理由といたしまして、理由といたしまして政府が渡航自粛要請を発出しているということもございますものですから、今後政府の中で、検討をし適切に対応していきたいということでございます。篠原航空局航空ネットワーク部長。お答えを申し上げます。国土交通省の関係といたしましてはサポーターの方々が北朝鮮に渡航される場合にチャーター便を使用したいという場合にどういう対応するかという点で書かれてくるわけでございますけれども、先生方ご存知の通り政府といたしましては現在北朝鮮制裁の一環といたしまして我が国と北朝鮮との間の航空チャーター便は我が国の乗り入れを認めないという措置を取ってきているところでございます。しかしながら一方で11月15日のご指摘の試合というのは大変重要な試合でございますので、これまでもご答弁ございました通り現在関係、省庁間におきまして対応の検討を行っているところでございまして、国土交通省といたしましてもこの政府全体の方針に従いまして適切に対応してまいる所存でございます。橋さん。はい、奥村副大臣ね、私今大体の関係省庁のお話伺ったと思ってるんですが、多分4点ほどのポイントかなと思ってるんです。まず出入国の手続きの問題が一つ、我が国は北朝鮮を国家として承認していないという問題が二つ目、三つ目がチャーター便という問題、四つ目が邦人保護、つまり、我が国の外に出た限りは、外務省としても政府としても邦人の保護のために努力をしなければいけない。で私最初に言いました、政治家がスポーツにあまり口出すべきではない。だけども真剣勝負を両国間でやると、 FIFA で認められた公平公正性が担保されているということを考えたら、両国サッカー協会が合意に達した段階で渡航申請が出されたら、ここはむしろですね、条件整備、真剣勝負の場を提供する条件を整備をするのはまさしく政治の責任ではないかと。この問題を行政の側だけに、行政はきちんとですね、問題点を洗い出して準備をしております。そこに最終的にですね、ゴーサインを出すか出さないかはまさしくこれは政治主導、政治の判断に委ねられてきているんです。ここまできちんと、ね、行政の側は整備をされてきている以上、条件が整ったならばその条件を実現するような努力をすることが奥村副大臣にはやはり求められているのではありませんかということを私は一番今日質問したかったんですね。奥村副大臣の見解を伺います。奥村文部科学副大臣。
ありがとうございます。長谷委員が今おっしゃっていただいたように、私もその方向に向かって、進めております。ただご案内のとおり、国交のない国でございますから、北朝鮮行くのにも直接入れません。中国経由という形、北京経由という形になるわけです。そういうことを考えますと、やはり外務省、そして政府を挙げてですね、行政側の判断、そしてやはりスポーツ、秘話の問題もありまして、これに出られアウェイのこの大会に出られなかったらもうワールドカップに出られないわけですから、そんなことも考えますと、やっぱり日本の